ユタ州の歴史では、主にアメリカが州国西部に位置するユタ州となった地域に住んだ先住民族からの人類の歴史と社会活動を外説する。グレートベースンの湿地にいるアメリカ総理派生定高市に先住民族は現在、ユタ州となった地域に数千年間住んでいた。最も初期の生活の痕跡は、考古学的考察によって約1万年から1万2000年。 前のものとされている。旧石器時代の人々は、魚、鳥及び小型狩猟動物が豊富なグレートベースンの沼地や湿地近くに居住地を構えた。アメリカバイソン、マンボス及び地上性生け物のような大型動物も、そのような水資源に引き付けられてきた。何世紀もの間に、大型動物が姿を消し、バイソン、ミュールジカよび霊用の個体数が多くなっていった。 紀元前8000年頃、大変多くの種族がユタ地域を使うようになった。砂漠古希人として知られるこれらの人々は、グレートソルト湖沿岸地域の洞窟を住処にした。それ以前のユタの住人よりも最終生活に頼る度合いが増え、その主食は、ガマやピックルウィード、ビューロウィード及びスゲのような塩分に強い植物で構成された。 動物の肉はもっと贅沢なものだったと思われるが、網やアトラトルを使って水鳥、かも、小動物及び霊養を買っていた。人工物の中には、植物繊維やウサギの皮で編まれた網、網上げサンダル、狩りの杖及び裂けた枝でできた動物の型がある。約3500年前湖水の水面が上がり、砂漠古希人の人口は激減したと考えられている。グレートベースンは、 およそ1000年間、人が住んでいなかった可能性がある。ユタのフリーモント川近くの場所から名付けられたフリーモント文化の人々は、西暦およそ600年から1300年に、現在のユタ州北部と西部、及びネバダ州、アイバホ州、コロラド州の一部に住んだ。これらの人々は、昔砂漠古希人が住んでいた水資源に近接する地域に住み、多くのものは、 種族間で関係を持った。しかし彼らが使った新技術ではっきり異なる人々として識別できる。フリーモントの技術には次のようなものがあった。古代プエブロ文化はアナサジとも呼ばれ、フリーモントに近接する地域を占めた。アメリカ合衆国南西部の現在はフォーコーナーズ、周辺地域を中心とする古代プエブロ文化はユタ州のサンフアン川地域を含んでいた。 考古学者たちはいつこの異なる文化が現れたかを議論しているが文化の発展はフリーモント文化が現れる約500年前の西暦紀元頃からと考えられている一般にはこの文化の人々の頂点は西暦1200年頃と受け止められている古代プエブロ文化は建て方の進んだ縦穴式住居やより手の込んだ日干しレンガや石細工の住居で知られているこの人々は 優れた職人であり、トルコ石の宝石や精巧な土器を生産した。プエブロ文化は農業に基づいており、人々はトウモロコシ、豆類及びスカッシュの畑を作って栽培し、七面鳥を家畜化した。念入りな畑を造成主灌外設備を作った。また、明らかに単に文化的かつ宗教的儀式のために工夫した牙と呼ばれる構造物を作った。 これら二つの文化は大まかに同時代のものであり公益関係も作ったと見られている。考古学者たちが初期のアメリカ南西部で共通の根を持っていると考える文化の特質を合わせ持ってもいた。しかし、それぞれの文化はその歴史の大半で文化的に異なるものであり続けた。これら二つの発達した文化は気候の変化とおそらくは 西暦1200年頃の新しい民族の侵入によって大きな変化を受けたと考えられる。その後の2世紀にわたってフリーモントと古代プエブロの人々は南西方向に動き、現在のアリゾナ州、ニューメキシコ州及びメキシコ北部で新しい住処や農業用地を見出した。モニュメントバレーにあるナバホ族の故郷西暦1200年頃、所蔵二号を話す人々が、 西方からユタの領域に入った。彼らはカリフォルニア州南部に起源があり、海岸地域の人口圧迫のために砂漠の環境に移ってきた。松の実など木の根や種を活用する狩猟採集型生活様式を行う高地の民族だった。熟練した釣り人でもあり、土器を作り、また何らかの穀物を栽培した。ユタに到着した時には、 種族的な組織がほとんどない、小さな家族集団で暮らしていた。ユタの地には4つの諸小二系種族が住んだ。北部と北東部の諸小二族、北西部の五州都族、中部と東部のユト族、及び南西部の南パイユト族だった。当初これらの種族間の紛争は、ほとんどなかったと考えられている。1500年代初期。 ユタ南東部のサンフアン川盆地にも新しい民族が現れた。クレートプレーンズから南西部に移動したアサバスカンゴを話す大きな平原種族の一部であるディネあるいはナバホ族だった。ナバホ族に加えてこのアサバスカンゴを話す種族として後にアパッチ族と呼ばれる民族がおり、リッパン族、ジカリラ族及びメスカレロアパッチ族が含まれた。 アサバスカン五族はもともとアメリカバイソンを追う狩猟民族であり、16世紀のスペイン人の証言ではドックノマドとされている。17世紀を通じてその活動範囲を広げ、全世紀にプエブロ人が放棄した地域を占有した。1620年代にスペイン人が最初に具体的に言及したアパチュでハバホはサンフランガーの東。 サンタフェの北西の茶間渓谷地帯の人々を指している。新山のナバホ族は外資と南部にいる当時のプエブロ人と平和的な交易や文化的交流を行ったが、所将にご族特に東部、ユタや西部コロラドのユト族とは完結的な戦争を行った。1540年にスペイン人の コンキスタドール・フランシスコ・バスケス・デコロなどが、シボラの伝説を探求する過程で、ユタの南部を横切った可能性がある。スペイン帝国の二人のカトリック教会神父に、引きられた集団、時にドミニゲス・エスカランテ遠征隊と呼ばれるが、1776年にカリフォルニア海岸への道を見つけることを期待して、サンタフェを立った。この遠征隊は、 北のユタ湖まで旅し、先住民族に出会った。ジム・ブリッジャーなど毛側を求める、罠漁師が1800年代初期にユタの地域を探検した。プロボ氏は、そのような者の,の一人で1825年に、この地域を訪れたエティエンヌ・プロボストにちなんで、名付けられた。オグデン氏も、ウィーバー渓谷で罠を仕掛けたハドソン湾会社の舞台指導者、ピーター・スキーン・オグデンにちなんで名付けられている。 ブーンビルのソルトフラッツモルモン開拓者として知られる、末日聖とイエス・キリスト教会の会員が1847年7月24日にソルトレーク渓谷に初めて到着した。当時ユタ州となる地域はまだメキシコの支配下にあった。米国戦争の結果、1848年2月2日のグアダルーペイダルゴ条約調印でこの土地はアメリカ合衆国の領土になった。 この条約は3月10日にアメリカ合衆国上院で批准された。モルモン京都はソルトレーク渓谷に到着した時に文字通り住むための場所を作らねばならなかった。灌漑設備を作り、農場を配置し、家、教会及び学校を建てた。水を得ることが特別に重要だった。ブリガムヤングはほとんど即座に別の居住地を定めて所有権主張に動いた。 プレートベース運で水資源があり、どうしても重要な自給作物を栽培するにたる長い生育期間を確保できる大きな地域を見つけることは難しかったので衛生上の地域社会を形成し始めた。1847年に最初の集団がソルトレーク渓谷に到着した後間もなく北のバウンティフルに開拓地ができた。1848年開拓者たちは 罠漁師、マイルスグッドイヤーから購入した土地、現在のオグデンに移動した。1849年、トゥーエルとプロボーの町が設立された。この年にはまた、ユト族の州長はからの招きに応じて、ユタ中部のサンピート渓谷に移動し、マンティの町を作った。新しいユタ巡州の州都にすることを意図して、フィルモアの町が1851年に設立された。 1855年、西部先住民に向けた伝道の目的で、ユタ東中部に、レミトリで、ラスベガス及びエルクマ運転の基地が設けられた。ザイオン国立公園、モルモン大隊から帰還した会員の経験は、新しい地域社会を作ることにも重要だった。西部へ旅すると、モルモンの兵士は、コロラド、アリゾナ及び南部カリフォルニアの使える川や肥沃な、 警告を識別した。さらにこれらのものが旅して、ソルトレイク渓谷の家族の元に戻ると、南部、ネバダや南部ユタに移住した。モルモン大隊の上級士官ジェファーソンハントは、積極的に開拓地及び鉱物や他の資源を探した。その報告によって1851年には、現在のシーダーシティに近いアヤアン軍への入植を、奨励した。南部の探検は、 結果的にモルモン京都がセントジョージ、ネバダのラスベガス及びカリフォルニアのサンバーナーディーのさらには南部アリゾナの地域社会への入植につながった。1849年から1850年にデザレットという名前を使って収攘格が請願された。提案されたデザレット州は広大なものであり、現在のユタ州にアイダホ州、ネバダ州、ワイオミング州、 アリゾナ州、オレゴン州、ニューメキシコ州及びカリフォルニア州の一部を含むものだった。デザレットという名前は、末日聖徒イエス・キリスト教会指導者ブリガム・ヤングが産業の象徴として好むものであり、モルモン書から取られたものだった。聖願は連邦議会が拒絶した。拒絶理由の一つは、モルモン教徒に、 支配されて人口が増えた一つの州にそのような広大な地域を認めることを連邦議会が渋ったからだった。もう一つの理由はまだ人口が少なかったことだった。しかし他の州はモルモンに結びつけられる汚点がなければ人口が少なくとも州になっていた。1849年と1850年に連邦議会がモルモン教徒の一夫多妻制についてどのくらい 知っていたかは不明である。ユタは1896年まで州にならなかった。1849年に提案された暫定、デザレット州の領域、1850年に組織化されたユタ巡州は、桃色の領域1850年、ユタ巡州は1850年妥協の結果として、創設され、フィルモアがその州都に指定された。 1856年、ソルトレークシティがフィルモアに代わって、準州都になった。モルモン教徒10人とが州国政府の間の紛争は、末日聖徒イエスキリスト教会の一夫多再生が連邦政府に知られた後に増長された。モルモン教徒の一夫多再生は1854年に、公にされることになり、モルモン教徒がこの地域に入ってからほぼ50年間も、 終章格を否定された大きな理由だった。その一夫多妻制の知らせが広がった後で、末日聖徒、イエス・キリスト教会の会員はすぐに非アメリカ人であり、反逆者と見られた。1857年、偽の反乱という知らせが広まった後で、連邦政府は軍隊をユタ遠征に派遣して、反乱と思われるものを沈め、 順州知事のブリガム・ヤングをアルフレッド・カミングにすぎ替えようとした。その結果の紛争がユタ戦争と呼ばれている。軍隊がユタ北部のソルトレークに接近すると気が立ったモルモン民兵団とこれに随行した数名のパイユート族インディアンがユタ南部でアーカンソー州からの移民を襲い120人を殺した。この攻撃はマウンテン・ミードーズ虐殺と呼ばれるようになった。 虐殺遺体は2年間にわたり虐殺現場に放置され、インディアンによる犯行を偽装された。この虐殺事件に関連し、教団指導者は19の罪状で、連邦政府より告発され法廷闘争は27年に、及び、ただ一人虐殺の実行部隊の長ジョンディーリーが、殺人で有罪を宣告され、虐殺の場所で処刑された。アルバート・ジョンストンが率いる軍隊が、 巡州に入る前に、ブリガム・ヤングは、ソルトレークシティの全住民に、南のユタ渓谷に逃れるよう命令し、ノーブーリージョンと呼ばれる軍隊を派遣して、連邦軍の前進を遅らせようとした。ニューマ社や物資は焼かれたが、最終的に軍隊が到着し、ヤングはカミングに公的支配を引き渡した。ただし、その後の評論家の多くはヤングが巡州内で、実権を持ち続けたと主張している。 大統領に指名された知事は次々とその職を辞し、しばしば彼らの想像する、順州政府の反応の無差を口に出していた。ヤングとの同意に基づいて、ジョンストーンは、ソルトレークシティの南西40マイル離れた地に、フロイドトリデを建設した。ソルトレークシティは、1861年10月に、完成した第一大陸横断電信線の最後の、結節点となった。 ブリガム・ヤングが最初にメッセージを送った者の,の一人であり、相手方はエーブラハム・リン・カーンなどの役人だった。南北戦争のために連邦軍はユタ・巡州から引き上げ、1862年にカリフォルニア志願兵連隊と共にパトリック・イ、e ・コナーが到着するまで巡州は末日聖とイエス・キリスト教会が支配した。コナーは ソルトレイクシティの東ちょうど3マイルにダグラストリリを建設し、その兵士たちには鉱脈の発見を奨励してヒモルモン京都が地域に入ってくるようにした。鉱物はトゥ2ル軍で発見され、工夫たちが退去して順州内に入ってくるようになった。1865年に始まるユタのブラックホーク戦争は準州の歴史でも最も激しい紛争に発展した。 アントンガ・ブラック・ホーク州長は1870年に死んだが戦いは起こり続け、追加の連邦軍が送られて1872年のゴーストダンスを抑圧するまで続いた。この戦争は三者が関わる紛争としてインディアン戦争の中でも得意なものである。連邦政府に利用されたアントンガ・ブラック・ホークに率いられたティンパのゴスユト族とモルモン共当局との紛争だった。 1869年5月10日、最初の大陸横断鉄道が、クレートソルトコ北のプロモントリーサミットで観光した。この鉄道によって、多くの人々を、順州内にもたらすようになり、何人かの影響力ある実業家はここで財産を作った。1870年代から1880年代、一夫多妻を罰する法律が成立し、1890年の、 マニフェストでモルモン協会は一夫多再生を禁じることに最終的に合意した。ユタが再度就閣を申請したときこれが認められた。ユタの就閣条件の一つは一夫多再生の禁止を州憲法に盛り込むことだった。これはその後に合衆国の州となった他の西部州でも要求される条件となった。就閣は1896年1月4日に 正式に承認された。ソルトレークシティ中心街、1900年代初期1900年代初期からは、ブライスキャニオン国立公園やザイオン国立公園の、ような国立公園の設定で、ユタ州はその自然美で知られるようになった。南部ユタは乾燥神話だらけの光景で人気のある、撮影場所となり、デリケートアーチや、モニュメントバレーのザ、ザミトンズのような自然の造形物は、 国民の大半が瞬時に認識できるものである。1950年代、60年代及び70年代に、週刊高速道路網の建設により、南部の景観日の地域へのアクセスが容易になった。1939年から、アルタスキー地域が設立され、ユタ州はスキーでも世界に知られるようになった。ウォサッチ山脈の乾燥したパウダー状の雪は、 世界でも最もスキーに適したものの一つと考えられている。ソルトレイクシティは1995年に2002年、冬季オリンピックの開催地に選ばれ、経済的にも大きな波及効果が生まれた。スキーリゾートは人気を増し、ボサッチフロントに散らばったオリンピック会場の多くは、スポーツのイベントに使われ続けている。このことは、ソルトレイク渓谷におけるトラックスと呼ばれる。 ライトレールシステムの発展に拍車をかけ、また、市の周りの自動車専用道路の再建も行われた。20世紀終盤、ユタ州は急速に成長した。1970年代、都市郊外の成長は目を見張るものがあった。サンディは、当時全国でも最も成長速度の高い都市の一つだった。今日、ユタ州の多くの地域で驚異的な成長が見られる。 デイビス軍北部、ソルトレーク軍南部と、西部、サミット軍、トゥーイル軍東部、ユタ軍、ワサッチ軍及びワシントン軍は、すべて急速に成長している。開発は、農業用地や自然を侵食するので輸送と都市化が政治の大きな問題となっている。ありがとうございます。